業界とかは絞らずにまず始めました。でその中で、受けたところは、自動車のメーカーさんだったり、あとは通信の業界とかを受けたりして、でその中で、ジールを受けてみました。でなんでジールに入ろうかな、一番興味を持ったのは人がすごい面白い人たちだなと思ったから、この会社に興味を持ちました。お話を聞いたりだとか、一緒にプロジェクトを進めさせていただくお客様の担当なんですけど、偉い方が多いんで、まずその時点で、経営にすごい携わってるのかなって感じることは多いです。あとお客さんの生データを扱うわけなので、お客さんの何ていうんですかね、コアな部分にすごい近いのかなって感じることは多いです。いろんな業界のところ、あといろんな層っていうんですかね、例えば経営層だったりだとか、じゃあ実際に作業する人たちだとかっていう、いろんな視点で考えれるのがすごい楽しいです。ジールで働いてると、今やってるタスクっていうのは、それが一体何の意味があって、じゃあ次にはどういう仕事があって、じゃあその前にはどういう背景があって、今のタスクが生まれてるっていうのをすごい重要視してプロジェクトを進めるんですね。その面で何ですかね、多分同じことやったとしても、なんかタスクの理解度だったりだとかっていうのは全然違うなっていうのはすごい感じます。プロジェクトの進め方であったりだとか、お客様が何を求めているのかっていうのを、自分で考えるっていうのがすごい僕のためになっているのかなと思います。